いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日は以前ご紹介したロードスター RF の引き続きタンカラーの内装編をたっぷりとご紹介していきたいと思いますので、引き続き皆さんも一緒に楽しんで見ていってください。まず車の紹介を簡単にします。ロードスター RF グレードは VS グレードになっておりまして、カラーはスノーフレークホワイトパールマイカ特別塗装色になっております。早速内装を見ていきましょう。今回内装色はスポーツタン、明るいベースのカラーになっております。なかなか見ることのない稀なデザインかなと思いますので、非常に楽しみですね。シートはナッパレザー、肌なじみが良くてサラサラとした感触が特徴的です。実際に座ってみたんですけど、非常に反発性とクッション性も高くてふかふかとした座り心地だったので、お尻の部分だったり背もたれ、非常に疲れやすい部分もフィットしていたので、本当に体の負担が軽減される作りの良いシートになっておりました。ちなみに背もたれだったりシート位置は全て手動式で移動するようなスタイルになりまして、このシートの前方高さ調整は手動でくるくる回すレバーがありましたので、こちらを使って動かしていきます。私も動かしてみたらちょっと力が必要な操作でしたね。続いて足元、ロードスターの足回り全てオルガンペダル式となっていますので、直感的に操作をすることができます。運転席ドア詳しく見ていきましょう。まず上の部分にご注目ください。こちらのパネルはですね、ボディカラーと同じパネルが採用されてます。車内でもボディカラーを堪能できますね。ドアの真ん中部分とドアレストはスポーツタンカラー、クッション性があるレストになっています。ふかふかでしたよ。そしてちょっとした小物入れ、ウィンドウスイッチパネルはカーボン調になっていますので、より高級感を引き出してくれるデザインになっています。スイッチ周りをカーボン調にすることでぐっと内装のグレードが引き上がりますよね。左右のミラー位置は電動になっていて、コントローラーを回すと調整することが可能です。なお、ドアにドリンクホルダー、ドアポケットはありません。続いて運転席に座って詳しく見ていきたいと思います。まず運転席右側なんですが、実は ALH のスイッチがこの右側に位置変更されているっていうのも一つの特徴になっています。では早速エンジンをつけていきましょう。今回ロードスター RF スカイアクティブ G2.0 は最高出力、最大トルクはご覧の表示になっています。エンジンをつけてメーター表示を見てみると、文字盤の背景がかなり濃い黒なので非常に視認性もいいですよね。そして引き続きマルチインフォメーションディスプレイが採用されています。運転者が一目見て表示が分かりやすく、見た目の統一感も非常に良きだと思います。ステアリングは本革巻き、直径 366mm のシャープな細身グリップ、グリップリム形状は早く正確に操作できるよう持ち替えやすく滑りやすいフォルムにデザインされているっていうのが特徴になっています。ハンドルスイッチの左側はオーディオ関連の操作のスイッチになっていまして、ハンドルスイッチの右側はクルーズコントロール関連を操作するスイッチになっています。ロードスター RF は全グレードマツダレーダークルーズコントロールが搭載されております。スイッチ周り、ハンドル下部のメッキ加色がロードスターの内装の華やかさを演出しています。ヘッドライトの調整は今まで同様オート機能付き、全 LED ライトになりました。さらにパドルシフトもしっかりと装備されています。続けまして液晶を見ていきたいと思います。今回は 8.8 インチのワイド横型画面になりました。センターコンソールにあるコマンダーコントロールでナビ画面操作できます。商品改良モデルでエリキプラットフォーム、新世代マツコネになりましたよ。実はこのディスプレイのデザインなんですが、ロードスター専用に開発された仕様になっているそうなんです。ということは、やはりフロントに設置した時の収まりの良さもデザイン性の高さを表しています。実際にマツダコネクトを使ってみました。設定画面を開いていただいて、様々な画面表示の変更であったり、ディスプレイの明るさ暗さだったりとか、いろんな設定を使うことができるっていうのは従来通りになりますが、様々な機能を駆使していろいろな警報システムだったり接近車両の検知などもありますので、安全な運転ができますね。さらに
アレクサが搭載されてます。今までもあったのかな、ちょっと見たことがなかったんですけど、使ってみようということでやってみると、うまく接続できません。ネットワークの接続を確認してもう一度試してみてください。今回は断念しました。内装色のタンカラーが車内に差し込む太陽光と相まってかなり明るい雰囲気ですよね。メッキ化色もあって豪華で華やかな印象になります。ハザードスイッチは押しても光らないという仕様になっておりますね。メーターを見てみると、ロードスターのハザードはディミングターンシグナル機能はありません。等間隔の点灯方式が今回採用されていますね。引き続き内装を見ていきます。エアコンの通風口は上下左右風向きを手動で調整することが可能になります。周りはツヤありブラックの作りになっていて、異素材を使った引き締め効果もありますね。助手席に向かって続いていくパネル、タンカラー一色で内装の統一感も現れております。エアコンの通風口、右側の大きな丸の通風口はメッキ化色、やはり着席すると非常に目を引きます。今回オートエアコンになっていて、3つのダイヤルで調整する形式になります。左側から温度調整、中央が風量調整、右側が風向きの方向を選択することができるというダイヤルになっています。それぞれ一つずつダイヤルを回してオレンジのグリップの部分で調整できます。運転席助手席はシートヒーターも搭載されていまして、ご覧の通り押していくと3段階の調整が可能です。冬場に重宝しますよね。マツダの至れり尽くせりな機能です。 USB ポートはタイプ C で2つ縦置きに装備されています。スマホや鍵を運転中に置ける小物置きもついています。本当に収納が結構意外とあるなという印象です。ルーフの電動スイッチ、上に押したらルーフが開いて、下にスイッチを押すとルーフが閉じるという電動スイッチで、1回押すだけで全て開いたり閉まったりっていうのがしてくれまして、マルチインフォメーションディスプレイでご覧の通りイラストでルーフが開いている様子であったり、反対にルーフを閉じる様子もこんな感じで表してくれますので、視覚でも楽しむことができますよね。ただ外から車を見ているともちろん楽しめるんですけど、運転していてもルーフの開閉というのをこちらのイラストで体感できます。サイドブレーキは手動式になっていまして、実はハンドルのデザインと一緒の本革巻きで統一されていますね。非常にシックでかっこいいなという印象がありますね。で、今回レビューしている車オートマ車なんで、シフトレバーを操作してギアを変えて普通に動かしていくんですけど、実はちょっと久々に操作をしたもので、非常にちょっと最初硬くてちょっと動かしにくかったなという個人的に感想ではあります。で、このレバー周辺なんですけど、タンカラーとメッキ化色で唯一無二の内装デザインがあしらわれております。ロードスターのスポーツモード、ノーマルモードの切り替えはご覧のスイッチを上にするとスポーツモードに入ります。メーターの表示にもオレンジ色でスポーツと書かれてますので、メーターでも確認することができます。反対にこちらの真っ黒だとノーマルになりますので見てみてください。コマンダーコントロールはダイヤル回して液晶ナビを操作する従来通りのマツダのナビの操作方法になります。2人乗りスポーツカーの内装でもなんとアーマレスト小物置きは装備されています。旅行機のドリンクホルダーもあるんですけど、実は若干後ろにあって運転中だと取りにくいんですよね。なのでこれ取り外しができるんで、ドリンクホルダー取り外して横に設置すると座席横にすっぽりと収まります。ドライブ中でも簡単に飲み物を手にすることができるんです。アームレストを開けてみましょう。簡易的な小物を入れるスペースがあります。ちょっとしたね、書類とかレシートとかっていうのは簡単に入れれるスペースがあるかなと思います。続いてまた見ていきましょう。ドリンクホルダー上にある扉にもちょっとした小物入れがあります。車の規模からは想像以上の小物置きスペースが多いのが感動しました。このアームレストと膝横に接触する部分の合成比較のカバーは非常に体が触れやすいので、ソフトパッド仕様になっていることが分かりました。運転ポジションによって足を広めで運転するよっていう方は意外と負担になりやすいので、足を置いた場合もソフトパッドだと全く痛くありません。快適ですよ。続きまして、運転席の上にありますインテリアを見ていきたいと思います。運転席の頭上には日よけと化粧直しのミラーが装備されていまして、ライトはありません。そして商品改良モデルからマツダコネクトが新しくなったので、
車載搭載機に伴って新しく SOS ボタンが搭載されました。車内灯はバルブの豆球仕様なので、改良したのであれば LED ライトが良かったなと、ここは惜しいポイントです。オプションで LED バルブも選択できますので、ぜひご参考までに。続いてミラーなんですけど、フレームレスタイプのルームミラーが新しく採用されました。やはりかなりスタイリッシュになりますね。ロードスターらしいスポーティーさが内装にも実現していて非常に良きですね。助手席のドアは上部がボディ同色のパネル、そして内装色のタンカラーを採用しております。で、このロードスター RF、 実は防除サウンドシステムが VS グレードの場合標準装備となっているんですね。 S グレードのみ防除サウンドシステムの設定がありません。実際に着席してみると、シートはクッション性も高くて反発性もあるので、長時間座っていてもお尻部分が全く沈まず快適な座り心地でした。そして助手席の足回りも広さ十分といったところですね。グローブボックスやダッシュボードは今回ありません。私、助手席に乗る時間が結構あったので細かく見てみると、この前のパネル、タンカラーと白いステッチがあしらわれていて、女性の心もつかむこの明るいスポーツタンカラーっていうのは、新規ユーザーを獲得する大革命になる予感が非常にするといった内装デザインかなと思いました。今回はロードスター RF VS グレードの特別塗装色、スノーフレークホワイトパールマイカの内装を見ていきました。最後までご覧いただきありがとうございました。ロードスターの RF VS グレード、非常に魅力的だったので、ぜひたくさんの皆さんに興味を持っていただけたら嬉しいです。今後もチャンネル登録高評価をして、たくさん動画を見に来てください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。